エコカーを買っていただく場合には減税に加えて補助金を出そうというこの度の追加経済対策のこの提案は極めて有効なことだと思っております。ドイツにおいてはこの環境の車を買い替えてくれるために補助金を33万円出しました。結果として新車の販売が 40% を超えて増えていると、こういう事実があるんです。ぜひ日本の国においてもですね、なるべく早くにこの制度がこの実現できるように私たちは国会で補正予算を組んで、そしてまたその制度を整えなければいけないです。今法律は通っておりませんからまだできませんけども、この法律が通りますとエコカーを買ってくれた方には、省エネ性能の高い車を買ってくれた方には税金が免除になります。自動車取得税と重量税です。これで約大体10万円から15万円ぐらいのこの負担軽減になります。それに合わせてこの新しくそういうエコカーを買ってくれた方には10万円の補助金を出そう。特に車歴の長い13年以上使っている車を新しいエコカーに取り替えてくれた場合にはそこに20万円、25万円のこの補助金を出そうと、こういう政策です。これによってエコカーを買ってくれると40万円の経済的な負担が発生する、軽減されるということになって、これによってエコカーがたくさん売れてくれれば、自動車産業が活性化すれば、それによってこの国の経済は大きく動いていくことになる、こういうふうに思うわけでございます。で、実はトヨタのプリウスがたくさん売れてくれると、そのプリウスの心臓部分であるエンジンとモーターのここの部分の部品を作っているのは川口の中小企業なんです。鳩小屋の中小企業も実はこのバッテリー部分にノウハウを提供しています。トヨタの車が売られるということは、そこに川口や鳩小屋の、はい、どうもありがとうありがとうね、はい、よろしくね、はい、かわいいお友達がね、応援してくれて本当嬉しいですね、ありがとうね、気をつけてね、いってらっしゃい、バイバイ。新しい車が売られるということは、そこに部品を提供している川口や鳩ヶ谷の中小企業に仕事が増えてくるというふうにお考えいただきたいんです。そしてその車を買うのは、ただ車買ってくださいと言ったって皆さんお金を使いたくありません。環境に優しいとともに自分の経済のこのにとって利益がメリットがある、こういう政策を今回出したということにおいて、私たちは画期的なこの制度を打ち出したというふうに思っております。これから補正予算が通って、そして関連法案が通って仕事が始まることになりますが、ぜひ皆さんこれ大いに期待をして、賢い支出という言葉があります、ワイズスペンディングと言います。ただお金を使うのではなくって、賢い政府としては予算を使い方を考えていこうということなんです。それから合わせてもう一つ、環境の車に加えて柱となるのは太陽光の発電装置です。この全国にある小学校、中学校、高校のこの全ての学校に耐震改修の工事を行います。それからそれに合わせて太陽光電池パネルを全ての学校の屋根に載せよう。それから加えて地上波デジタルや校内の LAN というコンピューターの接続の仕組みを最先端のものにする。学校のこのデジタル化とエコ化とそして耐震化、この3つを集中的に学校に投資することによってスクールニューディール、最先端の新しい学校にしようと、そしてそこに大きなお金を供給していこうと。これは言い換えればそのまま公共事業としてそれぞれの地域のそれぞれの業者に仕事をしてもらうことになります。だけどもその私たちの税金で、そして国債を使って予算を捻出して、でそれを学校のこの安全と、それから環境のエコ化と、さらにはこのデジタル化に資するならば、これは私は無駄なお金にはならないとこのように思います。このようにせっかく使うならば必要でみんなが喜んでくれる、そういう仕事にお金を使っていこうと、これがワイズスペンディングです。さらには同じ公共事業でも
無駄な道路を作ったらば怒られます。しかし例えばその道路ができないことによって大きな渋滞を引き起こしているようなところに、それは外郭環状線の練馬からその先の新宿や渋谷に向かう路線です。これは予算措置が未だにできていなくて計画だけに終わってしまってるんです。皆さん、外郭環状線が今練馬で終わってますが、それが新宿から渋谷まで通る、それは東北自動車道や関越自動車道で来た車が東京都心を通らずに中央道路や中央高速や東名高速につながることを意味します。これによって首都圏の渋滞がどのぐらい解消されるのか、想像しただけでも素晴らしい効果が私は見込まれると思います。しかし巨額のお金、1兆円を超えるお金がかかって今までできなかったんです。であるならば今回思い切ってこの追加の経済対策の中で公共事業で道路の予算をつけるならば、そういう今まで高速がつながってないところ、ここをつながれば非常に効果が出る、渋滞解消される、そういう部分に集中的に投資しようじゃないかというのが今回のワイズスペンディングによる補正予算です。大きなお金がかかります。外環環状線をその渋谷まで通すだけで1兆4000億です。すごいお金です。だけどもそれによってもの渋滞が解消されてものすごい経済効果と、それからこの CO2 の削減が図られるということ、こういうふうにこの国を迎えしていこうというのが今のこの経済の考え方なんです。新聞には悪いことしか書いてませんし、嫌なことしか私たちの耳には入ってきませんけども、これからみんなで頑張ってこの不景気を吹き飛ばして日本の経済を強くするためには、環境の問題やそして新しい技術を追求することによってこの国の不景気を克服するとともに新しい社会を作るんだと、こういうそのきっかけになる、そういう予算にすべきであると私は思っております。